わけですけども、残すところあと2組となりました。続いては宮城県仙台市の有頂天の皆さんです。テーマは大河原町の一目千本桜ということで、どのような桜が皆さんの前に登場するんでしょうか。有頂天です。よろしくお願いします。Yeah!
はい、ありがとうございました。もう一度拍手をお願いいたします。有頂天の皆さんでした。はい、いっぱい旗が登場しましたのでね、今しずしと会場を後にしてますけども、本当にお疲れ様でした。さあ